1.14 大阪。昨年デビューの新人4人とスターズによる8人タッグマッチ。チャレンジの意味合いが強い試合となるが、新人チームは大奮闘。したものの、最後は飯田がクララを捉えてピンホール。スターズが貫禄の勝利を収めた。そして試合後、直訴した新人王ゆずきがさらに輝きを増すために、憧れのアイコン岩谷真由の元に加入した。明るく、激しく、新しく、そして美しく、世界に弾ける女子プロレス、 We are Stardom。見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。クラブヴィーナス築山若復帰となります。成川さん、はい、白川みなも待ちに待ってた復帰ですね。はい、そうですね。築山選手が休んでたら、どうしてもね、シングルマッチで前座に出ることが多くて、あんまりもう前座に出すぎて、前座の番人っていう、あんまりよろしくないあだ名までつけられてしまったんですけど、まあ、ここから前座の番人どうやって出していくか楽しみですね。まあ、そのあだ名をつけたのがね、ロッシュ小川さんですね。はい、悔しかったと思いますよ。はい、さあ、大井さん、こっからですね。はい、そうですね。まあ今の前座の番人という言葉がもう力になってるんじゃないですかね。しかも相手は現赤いベルトのチャンピオン、ワールドオブスターダムのチャンピオン、マイカです。マイカの方はマイカの方で、来る2月4日の大阪大会、あの上谷沙耶との初防衛戦が待っています。年明けても全くもう力を抜けないですね。うん、追われる立場というのは、まあ、頂点赤いベルトのチャンピオンとしてはもうどこにも力を抜くとかないですよね。次の挑戦者が決まってるとはいえ、まあ、このシチュエーション白川にとっては美味しい。さあ、ここは復帰戦の築山若に託します。昨年2023年の11月長岡大会以来、約2ヶ月ぶりの復帰戦となります。腰をちょっとね、もともとあんまり良くなかったんですけど、ヘルニアを患ってしまいましたね。それを考えて休んでたんですけど、まあここからね、あ、地獄好きでしたね。はい、極楽なんだか地獄なんだかよくわかんないけど、築山さんは。これ、おー、カウン
ウンターのバックエルボー、体ごといきました。カウントは2。月山も本当に怪我を、ね、しなければ、本当一番、ね、波に乗って試合をしなきゃいけない時期ですからね。まあ、本人も焦りはあったでしょうけど、まあここからね、猛チャージをかけなければいけません。得意技を惜しげもなく発揮していきます。パロスペシャル、すぐにクラウンビーナス動きます。まあやはり白川も動きが違ってきます。気持ちが伝わってきます。まあ今スターダムの方もね、ユニット激動の時代ですからね。ちょうど1月4日でドンナデルモンドが解散しましてね、マイカ選手は無所属という形になってる。次の、ね、動きが注目されている状態ではあるんですよね。ここで一気にクラウビーナスの存在をスターダムの中で強くしていきたい月山若と白川美奈。さあ月山が来るが、捕まえてパワースラム。高いですね。いや、まさに女帝ですよ。女帝時代の幕開けですよね。はい、まあ元々ね、貫禄はありましたからね、マイカ選手。本当知りですよ。ベルトを巻いて、さらにそのオーラが強まっています。やはりチャンピオン、赤いベルトのチャンピオン狙われます。てか狙っていきたいですからね。白川選手一番の狙う赤いベルトなんでね、ワールドランブルでも一番最後まで残ってたんですけども、まあギリギリのところで挑戦得られなかった、そういう悔しさがあるはずなんですよ。さあ決めるか。これが極楽ドーン。カバーに入る。だがマイカのパートナー花子が間に合いました。その花子を白川が止める。そこに月山も加わるか。ダブルのアンマースロー。おお、さすがです、ね、花子選手もね、新人を逃してしまって、そういう悔しい気持ちが試合に出るようになってきちゃうんですよね。感情が出ましたね、はい、悔しさというものを積み重ねて、今花子はどん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 強くなろうとしています。ダブルのチョークスラム。マイカがカバーに入る。おお、ジェイキル返した。今の頂点に立つマイカ、そして復帰したばかりの月山若、どの程度の差があるのか。お、これを、切り返して必殺の大水スープレックス。花子間に合う。大井さん、さすがの大水の切れ味です、やっぱりね、国宝から取って大水ブームが、まあね、始まりましたから、月山赤がブレイクするきっかけとなったね。そうですね、技ですからね。再び行くが、インパクト強いですよ。ディスカスラリアットから決めるか。円下落とし。チャンピオン貫禄の勝利です。月山若は復帰戦を自らの勝利で飾ることはできませんでした。2ヶ月といえどね、やっぱり欠場期間で試合感もあるでしょうし、まあこれからですね、またものすごい勢いの月山を見てみたいですね。まあいきなりね、チャンピオンと当たれたっていうのはいいんじゃないですかね、内閣さん。そうですね、まあやっぱチャンピオンでも強さがね、すごい目立ちましたね。資格なしという感じが伝わってきます。2月4日大阪大会、上谷紗友との初防衛戦、注目です。この試合後にはマイカと白川美奈がマイク合戦。その流れで話はあらぬ方向へ。もしかしてジャンミナと組み合うの？クラウンビーナスには入らない。ただそれはお前とは組んでいけないと思ってたんだよね。この際私はね、新しいものを作らない？2024年1から新しいものやろうぜ、マイカ！なんとマイカと白川美奈が新ユニット創設へ。クラブヴィーナスだった月山若、新人の花子、そしてサプライズで登場したジーナを加え、5人で始動。どんな動きを見せるのか、今後に注目。
月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。最速のチャンピオンを決める戦い、ハイスピード王座戦、チャンピオンセーラ名隊チャレンジャー不機嫌です。始まりました。さあここはセーラーにとっては大江さん、はい、ある意味最強のハイスピード挑戦者が現れたと言ってもいいかもしれません。本当そうですよ。どういう、まあ、中の人、いやそんなこと言っちゃいけないのか、まあでもこのハイスピードにおけるあのパイオニアでもありますからね。そうですね、この不機嫌ですの別種というか亜種と言いますかそ, うです、ね。まあ、それで過去3度防衛、体感してると言われています。それはもうハイスピードの戦い方から歴史から全てを身に持って経験してるこの選手ですから、いやーただものではないんですけどね。もうメイも負けるわけにはいかないですよ。スポーツ新聞ですね。精神的ダメージを与えるのが主な目的です、はい、あとは不機嫌ですの自己満足ですね。そうですね、はい、乗ってきますからね。そうですね、あと一部その新聞の人たち喜んでるかもしれない。お社長、社長、新社長、堂々としてます。おお、こんな大乱闘を目の前にしてもこの堂々とした佇まい、何でしょう、不機嫌ですのアピールでしょうかね。あ、そうですね、コビをねここら辺に打っておくっていうのがね、はい、私すごいのよって、はい、なかなかあの新社長のテーブル前はしばらくこういう状況がいろんな選手続くんじゃないでしょうかね。いや、ハイスピード王座とは言ってもさすが不機嫌です。こういったスポーツ新聞を使ってのインサイドワーク、だがこれは成功しません。2024年になっても成功はしません。折れない心不機嫌です。だが成功しません。どうする、どうする。あ、バブさん、はい、バーブレフリーを盾にしました。サラミングを狙いましたが、あー、バーブレフリーが怒った。サミングの打ち合いです、前代未聞です。レスラーとレフリーによるサミングの打ち合い、さらにダブルクローズライン、それを避けてセーラメイが踏み台にしてドロップキック。これぞハイスピード。そうですね、そうなのかな、言い切りましょう、はい、ここは自信を持って。でもセーラ選手動きが素晴らしい。セカンドロープからネックブリーカー、八尾さん動き取り戻しましたね、チャンピオン。そうですね、やっぱりもともと非常にバネを持った選手ですからね、うん、このままペース握りたいとこですね。あとこのセーラ選手のね戦い方に腹がありますよね。そうですね、うん、なんか見ていてね、セーラ選手昔の全日本女子プロレスだったりアルシオンだったりとか、そういう昔の女子プロレスが好きらしくていろいろ経験してるらしいんですよ、はい、なのでちょっと動きがちょっと昔のその応援面の名選手を彷彿させるような動きを見せたりするんですよね。それを考えると不機嫌ですの足は確かに、はい、別種は、はい、そこら辺経験してますからね。そうですね、そこら辺をまさに経験してる世代なので、まあ、ある意味セーラ選手にとっても願ったり叶ったりの挑戦者だったんでしょうね。戦闘決まった、勝ちですね、これは決まった。さあどうなる、どうなる、あ、残念ながら2です。戦闘を返されると不機嫌ですが厳しいと思われますがどうでしょう、はい、あ、でもただトップロープからの一番すごい戦闘まだ残してます。なるほど、はい、最後の秘策はまだ手元に残しています。ロープを取って押して、あー、これを許さない、ロープを掴んでいたセーラ、あー、罠を仕掛けた不機嫌です。それを切り返すセーラ、カウント2、さらに絡みついて回転十字架、うわー、不機嫌ですが上
源さん。訂正します。訂正します。はい、これがハイスピードです。そうですね。はい、まさにこの攻防こそがハイスピードですよ。さすがパイオニアですね。ノーリングスの好み切って反動を利用して、だがいつの間にかセイラが後ろに回っていて、それを潰していく。不機嫌です。カウント2。すごい、今日いっぱい動いてる。なんという濃密な戦いでしょう。カウンター。ジャストミート。ドロップキック顔面。ジャンプ力と伸びがすごい。ここにもトラップが。カウント2。もう油断も隙もあったもんではありません。不機嫌です。次から次へと襲いかかるこの丸め込み地獄だが、それを抑え込んでセイラ3つ入った。最高です。素晴らしい。最高のハイスピード座戦でした。不機嫌ですが取りに行きましたよね。いやー、やはり大江さんのおっしゃる通り、ハイスピードを知り尽くしている。そうですね。そんな戦いっぷりでした。第24代ハイスピードチャンピオン3度目の防衛に成功です。あ、トロフィー壊れてる。あら、壊した。壊した。壊れた。どっちでしょう。不吉です。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろん、オリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。プロレススターダム公式チャンネル。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。スターダム6人タッグの王座、アーティストオブスターダム王座戦、ゴッズ相対スターズの一戦となります。さあ、成川さん、この戦いのポイントは、はい、このハナンとソーレアミですね。はい、ハナン選手、ソーレ選手をすごいライバル視してるんですよね。フューチャー王座を取られた相手であり、それ以外にもね、地方のタッグマッチとかでもいつも負けてたんですって。でそれで 1.13 大阪でやっとソーレアミ選手から直接ボール勝ちを奪ったことで挑戦にこぎつけました。はい、大江さん、はい、もう勢いに乗ってハナンはね挑戦表明したんですが、肝心の残り2人のパートナーを決めてなかったというオチがありましたね。そう、オチがあってそこでじゃんけんで決まるという、はい、すごいことになりましたけれども、そのじゃんけんの結果、岩谷真由と葉月という強力なパートナーを、はい、また引きますよね。ところでも流れありますね。これハナンが勝てばニューブラッドタッグ王者に続いてタッグ2冠王になる。頭打ってますよ、はい、ソーレは。だがすぐにソーレが立ち上がる。クローズラインかわし、おこの体勢、長身から繰り出されるブレインバスター。やはりソーレの方もハナンとやり合うと顔色が違いますね。比較的ねクールな選手なんですけども、本当に気持ちがねハナン選手とこう当たることが出てきてますよね。うん、まあでもこれは6人タッグ戦です。大江さん、はい、うまくパートナーを使っていきたい。そうですね、やっぱりここでこれこそユニット力が必要になってきますからね。現在のチャンピオンチーム、ソーレアミ、未来、シュリ、ゴッズアイの3人です。第31代王者、 1.3 横浜大会でバリバリボンバーズからベルトを奪取しています。さあ来るぞ未来、ドロップキック。白いベルトは失いましたが、コンディションは良さそうですね、未来。うん、そうですね。それプラスアーティストっていうのはこの人はずっと狙ってたベルトなので、はい、本当にこんなところで落とせない気持ちは強いと思います。うん、おお、奮闘します。ハナン、さすが格闘三姉妹の一人、柔道殺法ですね。抜かれるように決まりましたね。さあリング上がちょっと入り乱れてまいりました。
スターズ、岩谷と波乱のダブルのドロップキック。スターズはこういう動きでペースを作っていきます。波乱がトップコーナー場外のゴッズアイめがけていった。いや、大江さん、やはり言い出しっぺの波乱が躍動してますね。躍動しなきゃならないですよね。ただでもやっぱりあの大型の選手ですから非常にねこうやって全体的に乗ることできますし、これは下になる選手は厳しいですよね。今度はスターズ、お、岩谷も入ります。3人で攻めます。リング上はグロッキー状態の未来。この体勢ダブルのフェイスバスター。これもやっぱ息ぴったりですね。スターズの連携はね本当に華やかでさらに強力。おお、見事なブロックバスターホールド。肩を上げます未来。ちょっと今の未来もタイミング読めなかったんじゃないですかね。独特のなんていうかリズムのあるブロックバスターホールですね。今のハナンのね武器の一つですよね。そうですね、あの彼女のそのバックドロップにしてもブロックバスターにしてもすごくあの芸術性がありますよね。そしてこの技が一番です。この技で決めようとしています、ハナンのバックドロップ、はい、もちろん未来の方はそれを警戒しているが持っていった。いや、大江さん、今のは強引でしたが、はい、そうですね。ただまあこの後にまたバックドロップホールドはね持ってますし、このバックドロップホールドに関してはフューチャーをねあのどれだけあのホールドで相手をやっつけてきたか応援してきたかというところで自信も持ってますからね。葉月が待っている。狙ってますね。これはスターズロケットかわされた。さあ今度はゴッズアイのターンに入るのか。未来はダメージがありますが、それでも打っていくラリアット。カウント2です。未来のラリアットは強力ですが、まあ、その強力上にね未来の肩にはテーピングがね施されています。さあこれは SS コロンビアウィズミケーレ、それを読んでいた。花丸め込んだ。カウント2。攻めてると思ったら逆襲を食らった未来。ここはおお、また落とし豪快に落としましたね。そしてあ、だがここで岩谷さすがの判断力。そして波乱のセブンティーン。カウントはカウントは2。チャンピオンチームヒヤリとしたでしょう。スターズは本当にあのハナンさんに任せてる感じが伝わってきますね。ずっとハナンさんが出てるじゃないですか。でもその出てるんだけれどもうまくサポートしてハナンが取れるようにこう試合を作ってる感じがしますね。岩谷とね葉月はこのアーティストのベルト巻いてますけども、はい、ハナンはまだ未体感。このクラッチ型のバックを、危ない危ない。本間何秒ソーレのカットが遅れていたら終わっていましたね。終わってくれてましたね。絶対に逆にソーレの方は花に取らせたくないという、ね、はい、そうですね、よく見てますよね、はい、ライバル関係です。あ、倒れない。ラリアット。ソーレ雨にしてみればこのタイトルマッチのきっかけとなった 1.13 大阪大会6人タッグの敗北のその借りを返したいでしょう。タイトルマッチでゴッザイの逆襲、首里の膝揺り、そしてフォアのアタック、すぐにカットに入ります。ゴッザイリング上は未来と波乱。さあ決めるか、この体勢未来ミラバーレー、ショック決まった。おお、今度はスターズが必死になってカットです。大江さん一進一退ですね。そうですね、これがやっぱりアーティストのいいところですよね。試合展開、試合展開としてですね。お、葉月を場外に出して岩谷舞を狙っています。あ、そうですし、うわすごい、これさすがゴッツアイナンバーワンパワーファイター、力ありますよね。そして
チャンピオンチームがゴッツアイがスターズの花を孤立させました。この体勢から、おお、これは強烈、ゴッツアイのトリプル攻撃。そして未来が力を入れる、ラリアット。決まった、最後は未来が決めました。第31代アーティスト・オブ・スターダムチャンピオンチームゴッツアイが初防衛に成功です。成川さん、いかがでしたか。はい、いや、花選手ね、負けてしまったんですけれども、本当にソーレン選手とのね、本当にぶつかり合いっていうのは見応えありましたし、今後に期待ができる、負けましたけど今後に期待ができる一戦だったと思います。大江さんはいかがですか。そうですね、でもやっぱりゴッツアイチャンピオンチームのその最後の技の花に対しての頭部への技のまとめ方ですか、これは3人揃って最高でしたね。まだまだこの2人ニットの戦いは続いていくでしょう。王座を防衛したゴッツアイ、試合後のマイクでは新人矢上ランナが加入、最強ユニットを象徴するアーティストのベルトを掲げるとともに勢力拡大へ、ゴッツアイの躍進から目が離せない。はい、ゴッツアイで頑張ります。コナミ、そしてトモカ、ナナミ、ゴッツアイみんなで頑張っていきます。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。